おはようございます。感覚知覚心理学におじさんです。今日は感覚間相互作用について扱っていきます。感覚間相互作用とは、異なる感覚器官を通じて入力された情報が脳で統合され、本来別々とされる知覚が互いに影響を及ぼし合う現象です。多感覚相互作用、多感覚統合。 クロスモーダルマルチモーダルなどとも言います。視覚が味覚に影響を及ぼしたり、嗅覚が味覚に影響を及ぼしたりということです。例えば、古典的なかき氷のシロップは、赤や黄色など多彩な色が用意されています。いちご味、レモン味、ブルーハワイ味などありますが、すべて同じ味で着色量が異なるだけです。なのになんとなく、 味が異いろいろな味を混ぜてネズミ色になりがちですが目を閉じれば味に違いがないことがわかるはずです今回は前回の続きとして嗅覚と味覚が他の感覚にどのような影響を及ぼされるのかを見ていきましょう。 風邪をひいて鼻が詰まっている時に食べ物や飲み物を味気なく感じることはないでしょうか感覚知覚心理学におじさんは慢性鼻炎ゆえ一年のほとんどはそんな感じですこれはなぜなのでしょうかおじさんの慢性鼻炎事情ではなく味気ない方の理由です舌の未来はきちんと機能しているのに不思議です 黒柳徹子さんのモノマネよろしく鼻をしっかりとつまんで誰かに食べ物を口に入れてもらってください。芸能人ななんとかチェックののあれのような感じです。おそらくそれがかなりの刺激物でない限り何を口に入れられたか言い当てるのはとても難しいかと思います。匂いを感じない状態で玉ねぎとリンゴ赤ワインと冷めたコーヒーを区別するのはなかなか難しいのです。 私たちは2つの異なる経路を通して、匂いを感じます。1つ目はオルソネーザルといい、周りの空気に含まれる匂いを鼻先で感じ経路です。もう1つはレトロネーザルという、飲食物を飲み込むときに、口の奥から鼻に流れ込む揮発性の方向分子を嗅ぎ取る経路です。食べ物のオルソネーザルを嗅ぐことで、人はその食べ物がどんな味がするのか、 好みに合っているかなどの予想を立てることができますその一方で味や好き嫌いといった実際の食体験に影響するのは食べ物を飲み込むときに感じるレトロネーザルの方ですしかしながらほとんどの場合自分の舌で感じていると考える味覚のうちどの程度の情報量が実際にはレトロネーザル経路を伝わっているか まるっきりわかりません。というのも食べ物の香りの大部分は鼻ではなくしたそのもので知覚されているかのように感じられるのです。この不思議な現象をオーラルリファラルと言います。黒柳哲子さんのものまねよろしく親指と人差し指で自分の鼻をつまんでグミのようなものがお近くにあれば食べてみてください。おそらく甘さを感じるかと思います。 ちょっっとしした酸っぱさもも感じるかもしれませんそこから数回噛んだ後指を離してモノマネモードを解除するとオレンジやブドウなどのフレーバーがどっと広がるかと思いますさらにそのフレーバーは鼻ではなく口で感じているような気になるかと思いますこのように香りを口で感じているように錯覚することをオーラルリファラルと呼びますバニラやカラメル いちごの香りは甘さを感じます嗅覚なので不思議です。食品会社ではアイスクリームの甘さを引き立てるためにバニラのフレーバーを添加しています。未来は低温化では活動が低下し甘さを感じなくなりますが匂いは感じ続けています。常温のコーラは冷えたコーラよりもびっくりするほど甘いです。飲み物自体の成分は同じでも、 温度が変わると未来が脳に送るシグナルが変わります。普通コーラは冷やして飲むので、メーカーは鼻で感じる甘さを添加するのです。飲食体験においては、匂いが極めて重要なのですが、身の回りの食べ物や飲み物はオルソネーザルを介した嗅覚に最適化されていません。ホットコーヒーの紙コップにかぶせる蓋なんかが最たる例です。 蓋のおかげでコーヒーをこぼす心配をしなくてよいのですがカップの中の香りを楽しむことができません最近のコンビニコーヒーの蓋の中には飲み口の蓋を起こすと鼻の位置に穴が開いて直接香りを楽しめる工夫をしているそうですダルトンらは 地下の味覚刺激としてサッカリンを口に含んでいる時ときと味覚刺激の存在しないときの嗅覚刺激としてベンゾアルデヒドに対する四季一を比べました。ベンゾアルデヒドはアーモンドやチェリー桃のようなにおいでサッカリンは甘味料です。その結果、一基地下のサッカリンを口に含んだときのベンゾアルデヒドに対する嗅覚検知域は。 サッカリンを口に含んでいないときよりも30%近く低かったのでしたつまりキイチカの味覚刺激の存在の下では嗅覚に対する感受性が上昇したのですまたキイチカのサッカリン溶液の代わりに蒸留水を含んだときには嗅覚感受性の増強は見られませんでしたさらにサッカリンの代わりにキイチカのグルタミン酸ナトリウム 旨味のやつを口に含んでも嗅覚増強効果は見られませんでした人は視覚性動物とも呼ばれ外界を知覚するためには視覚が中心的な役割を果たしていますこの視覚の優位性は嗅覚と視覚の間にも見られます例えば 実験参加者にコーラフレーバーを溶かした水溶液をオレンジ色に着色したジュースを提示しその匂いを嗅がせた後にそのジュースが何ジュースであるかを同定させるとコーラ色に着色した時よりも同定率は低くなりオレンジジュースやレモンジュースという視覚誘導性の誤答が多くなりますワインの記述の言語解析研究でも嗅覚に対する視覚の優位性が指摘されています この研究では最初に実験参加者に白ワインと赤ワインの2種類のワインを提示してそれぞれの匂いに対する記述を行わせましたその結果白ワインと赤ワインに対する記述はそれぞれ異なりましたその後白ワインに赤色色素を購入したワインを提示しその匂いに対する言語記述を行わせると 実験参加者は赤ワインに対して行われる表現を使ってそのワインの匂いを表現することが見出されましたこれらの結果から飲み物の色はその飲み物の匂いの認知に大きな影響を与えることが示唆されます視覚で認知した対象がすでに知っているものであれば脳内のその対象に対するイメージを呼び起こし 匂いなどの他の他感覚に対すする予期を準備できますこの予期を形成できれば、他の感覚を使っての最終的な対象の認知はより早く、簡単にできるようになります。しかし、予期と実際の匂いが異なる場合、対象の認知が誤ったり遅くなったりするのです。ゼルナーラは、色と匂いの組み合わせが不適切な場合は、適切な組み合わせよりも、 童貞まででにに要すする時間が長いのの視覚覚は嗅覚の強度近くにも影響を与えますゼルナーとカッツは色付けられた匂い溶液を嗅いだときの匂い強度表情値と色付けられていない匂い溶液を嗅いだときの匂い強度表情と比較すると色付けられた方がより強く感じられることを見出しました。ディステルとハドソンは、 言語刺激と嗅覚刺激を同時に提示することで、匂い近くがどのように変化するかを調べました。その結果、言語刺激が匂いと一致していた場合には、匂いの同定率、強度表情値、快不快表情値のいずれも上昇することが示されました。また、色の濃さが匂いと合っているかいないかにかかわらず、色が濃いほど匂いの強度は強く感じられることも見いだされています。 私たちは外界の事物を感覚を通して経験することによってそのイメージを脳内に形成します。このイメージは多種感覚情報の統合や言語によって形成されており一度形成されたイメージは以後の外界認知に利用されます。例えば視覚でイチゴを認知した場合その視覚情報は脳内のイチゴのイメージを活性化し 次に来るイチゴの摂取に備えてその風味や摂取後の状態などを予期し、摂取の準備を行います。それから実際の嗅覚刺激や味覚情報が与えられると、その刺激はイチゴ関係刺激として処理されます。そのものから実際にイチゴの匂いがすれば、その匂いに注意が向けられて知覚される強度や回復回は増強されます。反対に、 そのものからイチゴの匂いがしなければ、視覚処理に干渉が生じ、処理はストップします。その結果、視覚刺激と適合しない匂いがしたときには、匂いの同定率は低下し、また匂い強度、表情値も低くなると考えられます。味近くの形成には、嗅覚とともに耐性感覚が必要です。例えば 唐辛子に含まれるカプサイシンによる辛みは、口腔内に存在する熱受容体を刺激したときに生じる感覚です。また、食物の温度は、味物質や尿物質のレセプターへの吸着を促進したり、抑制するという影響を与えたり、温度感覚自体としても味近くの形成に関与しています。サイモンズラはカプサイシンを下の片端に飲み前処理した後、 下の両側に独立して未溶液を与えてどちらの側の味をより強く感じるか実験参加者に評定させましたその結果甘み苦みうまの3基本味についてカプサイシン処理側の味覚が弱く感じられましたクルーズとグリーンは温度と味覚の関係性について報告しています 彼らは舌を極部的に冷やしたり、温めたりすることのできる装置を開発して、温めたりすることのできる装置を開発し、その装置を用いて、舌の極部温度を変化させたときに生じる味近くについて調べました。その結果、実験参加者の舌20度にした状態で一定時間保った後、舌温度を35度まで上昇させると、味刺激は一切加えていないにもかかわらず、 実験参加者は甘い味がすると報告しました。反対に20度から下温度を下げていくと、10度くらいまでは酸味を、10度以下になると塩味を報告することが分かりました。この現象は、舌の味覚神経の一部が温度に応答するため、温度に応答した情報が中枢で味覚情報であると解釈されたためであると考察しています。しかしか 味覚受容器の特性を考慮すると温度を上げることによって味覚が生じたのは温度を上げることによって唾液中に含まれる甘味物質が甘味受容体に吸着されやすくなった下にある塩受容体は温度を下げるだけでナトリウムイオンがチャンネルを通り細胞内に流入して脱分極する酸受容体は6度で最高の応答をすることなどが関与していると考えられます 味覚刺激とは異なり、唐辛子の辛みであるカプサイシンや胡椒の刺激であるピペリンのような刺激感は、口腔内の三叉神経に作用する痛覚です。これらの刺激感は、刺激の溶液の温度を上げると増強し、舌を冷やすことにより減弱します。さらに、カプサイシンを添加された溶液の温度は、カプサイシンが添加されていない溶液に比べて、 より高く評定されることが示されましたこれらの結果は人や動物の体表や粘膜に存在して熱刺激や痛刺激応答する神経繊維がカプサイシンに応答することから説明できます辛いものを食べるときアッツアッツにすると激辛になり氷水を口に含むと辛さが抑えられるわけです酒井らは 実験参加者が人工甘味料のアスパルテームで舌が刺激されているときに、バニラの匂いを鼻光を通して提示すると、甘味表情値が増強することを報告しました。この味覚増強効果は、バニラの匂いを口腔内に提示したときと同程度でした。バニラの匂いを鼻腔内に提示したときには、バニラの匂い分子は口腔内の味覚受容器に到達しないと考えられるため、 この効果は味覚受容器ではなく、中枢性の減少であると考えられます。つまり、バニラは甘いというイメージと関連付けられているため、匂いを嗅ぐと甘いという知覚が保管されるのです。さらに、味覚刺激に人工香料を添加すると、味覚が増強されることがあります。しかし、どのような組み合わせでも増強するわけではなく、 味覚と嗅覚の間に一致性があるなどの関係性があるときに限られます。酒井と石原は甘いと評定されるバニラの匂いを嗅ぎながら、初等溶液の甘味表情を行うと、匂いを嗅がないときよりも甘味が増強されますが、レモンの匂いを嗅いだ場合には甘味増強効果は見られません。また、酸っぱいと評定されるレモンの匂いを嗅ぎながら、 クエン酸溶液の酸味表情を行うと匂いを嗅がない時よりも酸味が増強されますがバニラのにいを嗅いだ時には酸味はむしろ抑制されます溶液の色が味覚に及ぼす影響についてマガは甘味のある初冬液塩味のある食塩溶液、酸味のあるクエン酸溶液苦味にあるカフェイン溶液 それぞれぞ赤色黄色緑色に着色し色位置を検討していますその結果塩味以外ほとんどの溶液が着色により色位置が上昇して感度が低下しました甘味は緑色の着色により色位置が低下し感度が上昇しました塩味の感度が変わらないのはしょっぱい食物が多様な色をしているためだと解釈されています 酒井と森川は食物の写真を視覚刺激として用いたときに、摂取した食物の味の強さや美味しさ判断がどのように変化するかということを調べました。具体的には、リンゴジュースが食物刺激として用いられた場合に、リンゴの写真を見ながら摂取して、その甘さや美味しさを評定したときの表情値と、梨の写真を見ながら摂取し、評定したときの表情値を比較しました。 前者を一致条件後者をを一一致致条条件件後不とします実験の結果、一致条件での甘さ表情値は、不一致条件での甘さ表情値よりも優位に高いことが明らかとなりました。また、一致条件での甘さ表情値は、写真刺激がない時の表情値よりも優位に高いことも分かりました。このの結果のうち 味覚刺激と一致する写真を見ながら摂取した時の表情値が何も写真が提示されない時よりも高いという傾向が冷製かぼちゃスープなど他のすべての刺激でも示されました聴覚の影響についてクリシネルラは高音域か低音域で構成された楽曲をそれぞれ聴かせて甘味と苦味を併せ持つお菓子の味を評定させました その結果高音域の楽曲を聴いているときの方が低音域の曲を聴いているときよりも甘く感じられました。また飛行の中で飲食すると普段と違う感覚になることはないでしょうか高所の乾燥した低い気圧の中では食べ物や飲み物の味は匂いのおよそ30%が失われると言われています。 航空会社は料理の味付けやフレーバーを強めにつけているのですが、飛行機では80から85デシベルの騒音にさらされます。この騒音が私たちの味を感じる能力を抑制するようです。ヤンとダンボは飛行機内の騒音がどの程度私たちのうまみを知覚する能力に作用するか確かめました。実験では 5つの基本味の1つを含む透明な飲み物が、それぞれ3段階の濃度で用意され、参加者は飲み物の味の強さを評価するように求められました。どの液体も、静かな環境と録音された飛行機の騒音を実際の音量で聞き流れの2通りの方法で試飲します。すると、騒音にさらされながら飲んだときの方が、明らかにうまみが感じられました。 その一方で甘みは感じ方が弱まり塩味酸味苦味は騒音の影響を受けませんでした味覚や嗅覚はいろんな感覚の影響を受けているのです